昨日午後9時半ごろ、松阪市美濃田町の加藤牧場で煙が見えると近くに住む人から消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、牧場内にある牛舎が半焼しました。牛舎では子牛およそ10頭を飼育していましたが死んだとみられています。出火当時人はいなかったということで、警察は火事の詳しい原因を調べています。